こんにちは、スバル国内営業本部の飯田でございます。本日はスバル XV の発表会にご来場いただきまして誠にありがとうございます。ただいまアンベールをさせていただいたスバル XV ですが、商品コンセプトはアーバンアドベンチャーであります。スポーティーでアクティブなライフスタイルに似合う、今までにない新しいタイプの商品です。商品の概要につきましてはこの後商品開発責任者の竹内より詳しくご説明をさせていただきますが、国内販売を預かる私としましてもエコカー補助金が先週末で終了いたしまして、その反動が予想されるまさにこの時期にスバルのブランド目標である安心と楽しさをこれほどまでに具現化した新商品をラインナップに加える喜びと各班への大きな期待を抱いているところであります。今日のこのオレンジ色のネクタイ、これはその期待の表れであります。振り返れば昨年来ブランドステートメントをコンフィデンスインモーションと定め、安心と楽しさでナンバーワンブランドを目指してまいりました。その第一弾として昨年11月に発表したインプレッサはおかげさまで現在累計4万5000台を超える受注をいただいております。この数字は計画台数の2倍を超えるものであります。こうした喜ばしい状況になりましたのもスバルの特徴である水平対向エンジンを時代に即した新世代ボクサーとし、新しい CVT と合わせて環境対応をしっかりと進めたこと、加えてぶつからない車でおなじみの運転支援システムアイサイトを展開したことが大きな要因だと思っております。アイサイトがスバルの安心と楽しさの安心の象徴であるなら、同じく11月のモーターショーで発表させていただいたスバル BRZ はボクサーエンジンの特徴を生かした超低重心パッケージの実現により走りの楽しさの象徴として、こちらも市場で高い評価をいただいております。 BRZ につきましても計画台数を大きく超える受注をいただき、納車にお時間をいただいておりますことをこの場をお借りしてお詫び申し上げたいと思います。
そういった中、本日発表したスバル XV はさらにスバルの安心と楽しさを具現化した商品であります。スバルが従来より得意としているシンメトリカル AWD システムの進化に加え、新世代ボクサー、そしてアイサイトを搭載することにより、スバルの先進技術を全て盛り込んだ今までにない全く新しいクロスオーバー SUV となりました。コミュニケーションコンセプトは A New Type であります。今までにない新しいカテゴリーの車として、都市型のスポーティーなライフスタイルを持つお客様がアクティブギアとして活用し、ワクワクするようなライフイズカーを送っていただければ大変嬉しいと思っています。さらに本日よりこの XV、 そしてレガシーアウトバック、さらにもう一つの新型車を加え、スバルが提案するニュータイプの SUV をスバル新体感 SUV シリーズとして全面的に訴求をしていきたいと思っております。スバルの提供する安心と楽しさ、特に楽しさは走りだけでなく、こういった SUV のカジュアルでアクティブなライフスタイルを応援する車もスバルの得意とする分野であり、スバルの先進技術を満載した新体感 SUV シリーズにより、お客様の生活がより安心で楽しいものになることを願っております。本日のご来場に改めて心より感謝申し上げるとともに、今後ともスバルをよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。飯田本部長、ありがとうございました。続きましてスバルへ。